皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回はこちらを作っていきましょうか。この前回作った近未来の街近未来の街ですけども、ちょっと改めて見るとやっぱりここ2車線だとなんかちょっとしょぼい感じがしてしまうような気がしてきて、ちょっとこれ4車線道路にしてみましょうか。6車線道路が今こっち側でもうすでに使っているので、まだ使っていないこの4車線道路で、4車線道路の芝生付き、ちょっとこれに変えてみましょう。ここら辺を、この円の周りをこの4車線道路にしていって、まあそんなに交通量が多くなるような感じにはならないとは思うんですが、こんな感じですね。こんな感じの街並みにする。そして外側の円も、外側の円と内側の円もやっておきましょうか。一回作った道路をもう一度この太く作り変えるというと、お金がかなり無駄になってしまっていますが、最初からやっておけばよかったんですが、まあこれちょっとしょうがないですね。よし、さあこれで間のこの丸同士をつなぐこの中心に向かう線はこのまま2車線でいきましょうか。ここは一つの路地的な感じで、この周りの円の部分だけ4車線道路にして、よし、こんな感じですね。さあこれでやっていきましょう。そしてここに区画作る前にですね、この歩道を使ってもうちょっとなんか未来感を出したいので、昔イメージされた未来って歩道がなんか宙に浮いていて透明なカプセルで囲われていてみたいな感じの、まあさすがに透明なカプセルとかはないですけど、ここに歩道を作っていきましょうか。この区画を邪魔しないここのところに歩道を作って、そしてこっちとこうつなげる。こんな感じにして、これって高低差のある都市を作っていきましょうか。よしこれで未来感があるのかどうか分かりませんけど、こんな感じにして、わっとだえんん、ああ電気がない、電気がない、ちょっと待って、電気、あ地熱発電所、ソーラーアップドラフトタワー、これも新しいやつですね。これが作れるようになってるのか。これは日光によって生成される熱がこの発電施設のエネルギー源です。温められた空気は上昇し、ファンのブレードを回転させて電力を生成します。建造物の中の大規模バッテリーは電力を蓄積できるので昼夜に影響されることはありません。おお、これは太陽電池、ソーラーパネルではなく太陽の熱で空気を温めて、それで上昇気流を作って、その空気の流れでファンを回して発電するというものか。ほう、あそしたらこれ真ん中に作るか。これを、あそうか、これ真ん、あちょっと待てよ丸い道路だとこれが作れないのか。あそして資金が足りない、9万ドル、9万ドルか建設費9万ドル、しかも結構高いの、これ値段も高いけど、この塔も高い。これが9万ドルで維持費が2240ドル、あこれかなり安いんじゃないか。出力240メガワット、こちらの普通の風力タービンが8メガワットで維持費80ドルですから、こちらは出力240メガワットで維持費が2400ドルで向こうの風力タービンと同じということですから、これはかなり安いですね。まあその分建設費は高いですけど、長く使っていけば使っていくだけこっちの方がお得になっていく。そしたらこれどうしようかな、ここを真ん中にこの線をここも通して、そしてここに作るか。で今お金がないので融資6万ドル、ちょっとこれを借りましょう、グローバルクレジット社から。でもう少し時間進め、ちょっとここ今電力ないけど、これここだけ、この一瞬だけ予算上げるか。さあこれで予算上げて9万ドル超えてきたところで、ここにこの塔を建てましょう。よしできた、これがソーラーアップドラフトタワー。おお、ここで太陽の光を集めて、それで、この塔の中で上昇気流を発生させて発電している。すごいかっこいいですね。そしたらここからこの電線を引いていかなきゃいけないのか。よし、そしたらこれ戻して、そういえばここら辺最初の頃にお金が全然ない時に下げてそのままだったな。ここら辺 100% にして、
さ、そしてお金がもうあまりないけど、こっちの整備を早くやっていきましょうか。こっち側も同じようにこの歩道を作っていきましょうか。いやー、できた。やばい、すんごい時間かかった。これを作ってる間にお金が10万ドルまで貯まりました。なんか微妙なズレとかがあって、ちょっとかなり細かい調整をいろいろしていたんですが、これでなんとなく、あ、でも なんかあれこうしてみたとき左側だけなんか下がってないか、なんかズレてんのか、これが、ここがズレてんのか、この線が。これだけやり直すか。これを壊して、そしてここがちょっと曲がってんのかな。これをまっすぐ、これでいいのか、こうか。よし、どうだ、これで、あ、車が来てる。あ、ここに人が入ってきますね。ここで働いてる人でしょうか。ソーラーアップドラフトタワーで働いてる人が今入っていったのかな。まあそんなことよりも、ここの歩道を全部もう完成させてしまいます。よし、できた。さあ、今度こそ大丈夫でしょう。これで手前側のここだけは一番外側の円がこの高速道路をまたぐ形で高架になっているので、ここだけ短くなっている、この歩道だけ短くなっている。よし、できた、やっとできた。さあ、そして現在お金が14万ドルで、こっち側、あ、うん、今ちょっと一瞬税金が高いというマークが見えたか。今こう廃墟になってましたけど大丈夫かな。じゃあそろそろ下げておくか。下げて、よし、そしたらこちらやっていきましょうか。どうしようかな。ここに居住区と、そしてオフィス区画を作っていくわけですが、中央の部分をオフィス区画にしていきましょうか。まずはちょっとここの電線を先にちょっと撤去してしまって、そしてここをオフィス区画で塗っていく。外、ここも塗るか。よし。こんな感じにオフィス区画作って、ここは塗れないのか。そしてその外側を、どうしよう。居住区はなんか一番外側がいいな。高密度の商業区画、これも必要か。一番外側にこの居住区画を塗っていくとしたら、今度はそこで生活する人たちの買い物する場所も必要ですもんね。向こうの南の方まで、エコキリア街とかまで買い物に行ってもいいんですが、とりあえずちょっとこんな感じで塗って、で全部一気に塗る必要なかったかな、まあいいか。そして中間2番目の輪のところに、みんなが生活するための商業施設、高密度の商業施設を作る。あ、で高密度の商業施設だと騒音が発生するのか。そしたらここどうするかな。居住区画とはなるべく接しない方がいいか。そしたらそれぞれのここの部分は何か、また個別に何か作るとして、とりあえずこんな感じで、そしてあとここに公園とか作って、ちょっとここをこんな感じで電線つなぎましょうか。公園と、あと必要なのが病院。一気にお金なくなっちゃうか。まずは診療所でいいか。診療所は居住区に近い方がいいか。診療所作って、そして警察と消防を作って、これで電気、ああ微妙に繋がってない。たらこの辺にも公園作って、よし、繋がった。そしてあとこっち側、ここにもスポーツホール&ジム、コミュニティープール、あ、そんなのもあるんだ。ただプール75,000ドル、お金あるからいっか。今11万ドルある。そしたらここにプールを作って、これで、お、繋がりましたね。よし、電気が繋がった。さあ、これであとはこの水道管をここから張り巡らせていきましょうか。よし、できた。さあ、これで完成か。これで時間進めてみましょう。お、建物建ってきましたね。こちらに高密度の商業施設と、そしてこれ、あ、待って、ちょっと待って、普通のオフィス区画だった。IT クラスターにすれないと意味がない。ちょっと今一瞬ほんのちょっとだけ会社が建ってしまったけど、そこにはちょっと建物を建て替えてもらって、これだ、 IT クラスター、これをやらないといけない。
IT クラスターはオフィスをハイテクビルに特化するように変更します。必要な労働者が 50% 低下、消費電力が 30% 低下、そして税収が 30% 増加。よし、これをいきましょう。おお、かっこいい。こちらが IT クラスターのマーク。なんか電子回路の基板のような、そんな絵になってますね。そしてここの名前を近未来キリアシティ、こうしましょう。これ都市と書いてシティと読みます。都市と書いてシティと読む。これで近未来キリアシティにしましょう。さあ、これちょっと一旦ここに立った建物は潰れてもらって、そして新たに、あ、出てきましたね、これサンライトトゥーフードエンタープライズ。ここら辺はもう IT クラスターの建物でしょうか。ファイナンシャルニュース。さあ、これで新しく立ってきました。こちらが近未来キリアシティ。さあ、こんな感じで新しい街ができています。さあ、こちらエコキリアの街から、このクワーツ、ちょっと待って、普通にここの道を走っただけなのに。ここでエコキリアの街から、向こうの近未来キリアシティに行きたいんですが、これでここの高速のこのインターチェンジを今かなりスピードを抑えたんですが、ちょっと車体浮きましたね。あそこはジャンプ台になっちゃうのか。これでここの高速から、ここのカーブが難しい。ここの高速から、こっちの街並みに、街に入って、そしてここの、まずは外側の、あ、外側といっても、ここは2番目か。2番目の円の、ここは商業施設のところ、商業施設のところを今走っています。あ、やっぱりこれ4車線道路いいですね。4車線道路で芝生付き、真ん中に芝生がついてる。そしてここを右に曲が、ここを右に曲がって、この外側の円に入ると、ここが居住区になっている、居住ここは居住区になっていて、ここは高密度の居住区画。まだまだ発展途上なので人の姿はそんなになさそうですけど、もう背の高いマンションとか建っていってますね。そしてここ一番外側のこの高架になっている、ここの道路を渡っていって、ここから、何もないところでクラッシュした。ここから左手にあのエコキリアの街が見えますとやろうとしたら、ここから左手にエコキリアの街と第二エコキリアの街が見えます。さあ、そしてまだこっちの左側の方はまだまだ建物は建ってきていませんが、ここで、あ、ここ、信号。信号、消しそびれていた。これって、ここの、路地入って、一番内側の道路に行くと、ここが IT クラスター。まあ、いいか、まっすぐ行くか。まず、ここが電気を新しく作っている、ソーラーなんとかタワー。すごいでかい塔が建っています。そしてここに IT クラスターの建物がたくさん建っているところ、一番内側の円ですね。おー、いい感じですね。そしてこの歩道橋もしっかりと建っています。さあ、ではこの歩道橋はおばあさんで渡っていきましょうか。なんか人が人の姿が全然見えないから、なんかゴーストタウンみたいな感じになってるけど、まあこの辺もこれからどんどん街がさらに発展していけば人の姿も増えていくでしょう。さあ、そしてここがプールか。これがコミュニティープール。これ今キリア市長がおばあさんの姿に変装して、街の様子を見ているということなんですが、これおばあさんの姿に変装してるから更衣室は女子更衣室。あ、でも入れない、建物入れない、更衣室に入れない。そしてプールの方はこんな感じか。そしてこ、あ、おばあさん水の上に立てるのか。そして泳いでる人もいますね。そしてここは家族連れが遊んでいます。あ、そしてここで休憩して何か食べたり飲み物飲んだりできるのかな。
で、これが売店だとするとやっぱり更衣室はこっちか。あ、更衣室か、こうなってるのか。ここからも覗かれなければいいんですが、もう完全に中は見えないようになっているようです。さあ、そんなことをしている間に、今こちら、あーっと待って、あ、そうか、待て、ちょっと待て。こちら労働者、大学で教育を受けた労働者が必要なのか。しまった、プールの視察とかしている場合じゃなかった。これだ、現代技術専門学校、10代の若者たちに科学技術を教えます、大学の代わりになります。これを作らないといけなかった。あ、そしてこっち側に建物を建ってきてるけど、ここ電気が通ってない。そしたらこれどうしようかな、こっち側に作るか、こっち側に作るか。そしたら大学は通いやすいようにこっち側に作りましょうか。んで、ここの近未来キリアシティに小学校と高校もないので、コミュニティー、あー、でもお金が足りない、お金が足りない。もう少し時間を進めましょう。んで、ここ電気が通っていないので、この辺に公園作って電気をつなげていきたい。よし、これで電気がつながっていきましたね。よし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 。さあ、そしてこの現代技術専門学校、このこれはなんだ、このなんか地球儀なのかな、地球の大陸の形になってますよね。これ何なんだろう。あ、これ以上ジャンプで入れない。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、ちょっとここでぶつかります。これってちょっと待ってよ、ここにおばあさん置いて、そしてここから二段ジャンプしてこの上に行けるか。登れない、届かない。そしたら最初から上に、あ、行けた。これはこれはなんかすごいな、宙に浮いてましたよね。何か立体映像というわけではないのか、普通に、あ、普通に上に立つことができたから実在している、何か物体が置いてある。そしてここを下のところを、ここを歩けるから下で支えているわけでもなく宙に浮いているんだ。およー、うわーっと、そしてマイルストーン、小都市、人口が1万1000人に到達しました。これで鉄道、モノレール、ケーブルカー、お、この辺りが作れるようになりました。そして、あ、ハイテク住居導入とか新しい条例も増えてますね。そして新しい施設でこの辺りの交通のものを作れて、そしてヨガガーデン。あ、で、水力発電所。これは待望の水力発電所ができます。よし。さあ、ちょっとこちらの街がまだまだ発展途上ではありますが、いい感じになんかこう未来感が漂ってきてますね。さあ、こちらの近未来キリアシティ。まだこの労働者不足がすごいけど。ちょっとまずはここで、この専門学校を卒業する生徒がたくさん出てくるのを待って、で、あと、今のマイルストーンでお金が貯まったので、このコミュニティスクール、ここに、あーっと行けるか。ここにコミュニティスクールと、そして創造芸術専門学校。これは、ここにやると歩道橋壊れちゃうか。そしたら今度こっち側にやるか。この辺に作って、よし。これでこの、なんとかこの町の住民に教育を受けさせて、そして、もう IT に特化した、なんか違うのも今壊しちゃったか。そして IT に特化した、街にこれからどんどんしていきましょう。で、こっち側のエコキリアとかの方はまあまあ大丈夫な感じっぽいですね。もう特に問題も起こっていない。そしたら次はもうこれは近未来キリアシティで働く人の育成を待ちましょうか。もうさっきの専門学校を卒業する人を待つという感じで、そして、これから人材を育成していきましょう。で、そうなると条例で教育重視、これやりましょうか。教育予算を増やし、青年は就職よりも進学を選ぶようになります。これをやってたら、これをやると下の方の農業地区とかが人手不足になってしまいそうな気もするけど、とりあえずこれをやって、あと火災報知器とかもやっておくか。そろそろお金も収入も増えてきましたからね。そしてこちらハイテク住居の導入、これもやってみましょう。これで地価が上がる、居住区の地価が上がるので、たくさん人口も増えていくはず。まずはこの辺りでいいかな。そして今この近未来キリアシティの中で、移動する手段がないので、バスでここのキリアシティの中を巡回させるのと、あとはこっち側と移動する手段が必要ですよね。
ちょっと長距離輸送に向いているというと鉄道かな。鉄道か、やっぱり近未来的な感じにしたいからモノレールでも作るか。モノレールの駅でここからビューンと、それぞれの地区を結ぶ的な感じにしてみましょうか。よし、そしたら次回はこちら近未来キリアシティの交通をさらに発展させていってみましょう。